タケベアヤタリ、万有期より、のモリという虫、のリム虫は、日本の妖怪の一つ。タケベアヤタリによる、江戸時代中期の随筆、折々層、万有期に、記述のある海蛇。その昔、新州松城の若者が、二人連れで山石ばかりに、登ったところ、おけほどの大きさの蛇のようなものが足に巻きついて、彼の喉に食いつこうとしてきた。 若者が連れから鎌を借りて、蛇を切り裂いたところ、それは全長一畳もあり、足が六本あり、それぞれに六本の指があり、銅は桶のように太く、それに比べて頭や泡は細かった。若者は蛇の死体の一部を持って山を降りたが、彼の父が言うには、それは山の神に違いないので必ずたたりがあるとのことで、若者は家から追い出されてしまった。 数日後には、蛇の死体が一臭を発し、若者はその匂いがうつったために、頭痛で寝込む羽目になった。医者から薬をもらい、入浴で異臭を落とすことで回復したが、医者が言うには、蛇と思われた。それは、蛇の類ではなく、のもりという虫で、胃に生じる虫を、イもり、家に生じる虫を、かもり、のに生じる虫をのもりというとのことだった。三年後に若者は、 国で禁じられた山で木を盗んだ罪により処刑された。人々は野森を殺したたたりと噂し合ったという。ありがとうございます。